おばあちゃんが外れたらいかんねやと思う。あの範囲内から。おっそう。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、お金集めよったんよね今確か。ただ別にキークエストとは関係なかったような気がするのだけど、クエスト鍵が1、あれよ、前回サラリーマンのお兄さんにジュースか何かを届けて、え、てかマジでさ、お金かかりすぎやろクエストにお金かかりすぎやろ。そんな、みんな自分のドリンク代ぐらい自分で出してよね。え、一個も持ってないんやっけ。とりあえず持っとるんやったらさ、その分は省きたいよね。え、スタミナもは関係ないよね。飲み物一個も持ってないやから増えてないんか。そっか、じゃあ全部いるねあれ、この辺自販機なかったっけ。こっちか。あったあった、自販機だ。何を飲もうかな。とりあえずヨカコーラが、あ、そっか、個数選べんのか、1個ずつなんね。お金かかりすぎやって。ヨカコーラ3本の、え、栄養ドリンクっているんやったっけ。そこは違う。え、ヨカコーラ牛乳もいるんやったよね。牛乳と、あと何やった、これか、ヨカコ、葉緑茶や。危ない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 、栄養ドリンク買っていくところやった。牛乳と葉緑茶。オッケー。牛乳はヨロズマートや。いつもびっくりするよね。よし、買います。え、もしかしてここな、あ、待って、値段が全然違うだと。そういうこともあるのか。そっかそっか、今セール中なんよね。くっそー、それを加味していなかった。ヨロズマートで買えばよかったな。え、てか牛乳ないんやけど。え、牛乳はもう一軒のコンビニの方か。なんていうとこか忘れたけど、あっぶねーあっぶねー。こっちの方やったっけ、自販機どこだ。この辺、ここはあった、葉緑茶。とりあえずここで葉緑、やっぱヨカコーラもったいなかったなあ。2本しか買えない、くそ。ちょ待って、すぐにクリアできそうな感じの、なんかお使いクエストみたいな、お手伝いクエストある。お手伝い、あっちいな。解決してしまってる解決してしまってる。これハテナなんよね。まだ起きないということ。頼み事、この辺も全部解決しとるし、赤い旗のマークがお手伝い。あ、なるほどね、タッチペンでも動かせるんや。お、なんかマークがついてるけど、これ繰り返し系。あっちいな、今日みたいな日は汗が止まらん。あっちいな、暑すぎて動けん。そうだ、そこの君、ちょっと頼みがあるんだが、栄養ドリンクを3個くらい持ってきてくれんか。繰り返し系っていうか、物が変わるのか。葉緑茶じゃなくて栄養ドリンクになった。もうさ、最初から自分で持ってきてないよ一応受けとくけどさ、桜住宅街春風通りで暑がり会社員が困っているようだ。暑がりなん自分で分かっとんやけんね。もっといでよ、魔法瓶とかさ、お茶詰めて。500円は魅力的なんよね。なんかめっちゃ見られよるよ、女子高生に。栄養ドリンクを3個だからな、頼んだぞ。ほんと今日は暑いな。
ただそれを買うお金がやっぱり今回もないので、持ってないよね栄養ドリンクとか。これスタミナもやもんね、ないのよ全然ないのよ。まあとりあえずあの人めちゃくちゃお小遣いくれるな。だんだん坂方面に行って、ああれか、何うろついてんの、え何そこのお嬢ちゃん、ちょっと待っておくれ。はい、どうしたんですか。なんかすごい不自然な動きしよるおばあちゃんやなとは思ったけど、なんかイベント、花っぱというお花屋さんへ行きたいんじゃが道に迷ってね。お手伝い、マップ上に表示されてなかったけど、すまないが道案内お願いできないかね。花っぱというお花屋さん聞いたことないけど、まあ、してあげようか。いいですよ、すまないね、じゃあお願いするよ。場所はどこなの。あ、花屋あそこにあるやん。多分あんまり離れたりとかしたらいかんねやろうな。どうしよう、こっちだおばあちゃん、おいで。めっちゃ時間かかりそう。なんかシャキシャキ歩きよるんやけど、なんか遅いんよねあ、多分これああいうことやろ、あの赤い枠の中からおばあちゃんが外れたらいかんねやと思う、あの範囲内から。おっそう、着いた着いた。はい、着きましたよ。おや、まあここだよ、ここに来たかったんだよ。あんた優しい子だね、本当に助かったよ。あとは一人で大丈夫だよ、お礼にこれを受け取っておくれ。青コインのかけら、なんちゅう変わったもんを持ったおばあちゃんだ。おお、いいことをしたらいいことが返ってきましたね。これからも困っている人がいたらガンガン助けていきましょう。はい、そうします。ちゃんと買い物できたんかなおばあちゃん。いらっしゃい、かわいいお花が揃ってますよ、ゆっくり見ていってくださいね。私こうやってお花を眺めるのが大好きなんです。ふわふわしてかわいいですし、心がほっとするじゃないですか。おばあちゃんからのおだちんを期待したんだけどな。じゃあ銭湯行こう。でも銭湯行って、ないやん、じゃあどこにあるん。お風呂上がりは牛乳やろ的な感じの発言をしたようなしなかったような。でもなかった気がするんよね。いや、あるやん。なんでやねん、あるやんか普通に。待って、何倍やった？120円。360円もいるよ。稼ご、頑張って稼ご。イエーイ、やっとお金が集まったよ。金目のものを持ってたわ。はい、牛乳ください。待って、よし、自販機でもこういう感じにさせてほしいんやけどな、個数が選べるように。よーし、牛乳3本手に入ったぜ。さあ行こう行こう。じゃあ案内してもらおう。ガチコーンと合成じゃなくて、生き物係の秘密、これキークエストやん。商店寺に行けばいいんやね。とりあえずまずこれを、生き物係の秘密基地。さあ行きましょう行きましょう。あっちの方向やったっけ、生き物係の。なんか普通に自宅の近くやったかなとか思ったけど、あっこか。なるほど、入れるポイントがあるのね、ちゃんと。さあ来たよ来たよ。あ、なるほど、そっかよね、やっぱり違うとこやったよね、入ったところは。だって降りていってというか入っていって即じゃなかった場所。そっか、地下でつながっとるけん。え、これいける？
一応案内こっちになっとるけど、あ、いけるか。やだ、もう捕まった。ごま味噌隊の本部に報告するもん。なんかもう謎の組織ごま味噌隊もすごく気になるんやけど、これちゃんとたどり着けるかな。もしかしてこっちもう開けれるのでは。反対側かな。反対側やったくそ。たどり着けるかな。あっち側いけんかったような気がしなくもない。いけない。くっそ、全然ダメじゃねえか。この辺の自転車とか絶対まだ使えると思うんやけどな。びっくりした、なんかいっぱいおるやんって思ったけど、あそこ、え、でもの、え、おりすぎじゃない？生き物係あんなにおらんよね。もしかしてごま味噌隊？壊れた自転車、こんなところに捨てちゃダメなのに。ごま味噌隊じゃない？入隊したいんですか？それならリーダーに言ってください。実は僕、ごま味噌隊見習いなんです。早くリーダーに認めてもらうんだ。ごま味噌隊や、やっぱり。合言葉は、開けごま味噌。私はこの地下水道を支配している秘密チーム、ごま味噌隊のリーダーだ。私の同志である10人の戦士たちは、地下のどこから縄張りを守っている。すべて見つけ出すことができれば、私が褒美をやろう。健闘を祈る。パハハハハ。多分ここにおる子たちはみんな私が捕まえた子たちってことかな。この秘密基地は僕たちが作ったんだぞ。この隙間からお外を見るのが好きなの。濁った水しか流れてないけど。異常なーし。でももう結構捕まえとるよね。何か面白いもの流れてこないかな。ごま味噌隊の本部を見つけてしまった。案内がこっちに切り替わってくれたし。あ、すいません。あ、こっ、あ、こっちだな。あの土管みたいなとこやろ。そっかそっかそっか、ここから入ってったらすぐ上が、そうやったな。入りまーす。で、ここだ。なんかいろいろと勘違いがあるな。着いた着いた、やっとだよ。あいのちゃん、飲み物もう揃っちゃったのか。ヨカコーラ、牛乳、葉緑茶を3本ずつですよ。持ってきた持ってきた。はい、ミカちゃんに渡します。ヨカコーラを3個手渡した。牛乳を3個手渡した。葉緑茶を3個手渡した。飲みすぎじゃない？おお、バッチリじゃん。あいのちゃん頼りになるぜ。あ、まあ一気にじゃないか、貯めておくんやったっけ。お茶と練り飴、お茶と練り飴、夢みたいだぜ。あ、これか、タクくん。なるほどね、クールかな。俺さ、思ったんだけど、ここ本棚もいつもあるしさ。なんかまた言い出した。雑誌とか漫画とか持ち込むのもありなんじゃない？ありだよ、すげえあり。せっかくだし、持ってない方がいいよな。そういうことなら、俺はサポートライフ7月号かな。最新号、まだ買ってないんだよね。私、習得空手講座ってやつ、空手習ってるからさ。これは本屋さんかなんかがあるのか。俺は癒しの天使ちゃん。天使ちゃん、どんな趣味。それじゃあ私買ってくるよ。一冊ずついいよね。また行ってきてもらっていいのか。なんかな、悪いな。じゃあお金を出せよ。うん、任せて。でもなんかどれかは持っとった気がする。サポートライフ7月号は持っとったんじゃないかな。それにしてもあいなちゃん、ついつい頼み事を引き受ける癖がついちゃいました。あはは、まあね。でも言ってしまえばこれってですね、ただのパス。え、なんか言った？いえ、まあでも大体なんか RPG とかのサブクエってこういう感じよ。あの、お手伝いゲームというかお使いゲームというか、そういう感じよね。もう何かしら持っとった気がするんや。妖術大百科。あ、ほら、癒しの天使ちゃんあるやん。これやろ？え、これよね。違った？天使ちゃんしか頭にないんやけど。サポートライフ7月号もある。特別編。ああ、空手がない。ん？今のは？宿題ドリル。妖怪大辞典。
どこで売りようやろう。空手。やっぱ本屋さん。本屋さんって買い物できたっけ。どこで売り寄るとかヒント書いてない。リクエスト、書いてない全然書いてない。駅はどう、売ってない。駅ここに用事はないかな。あれよあれよー。